荒れた組織を立て直す魔法の言葉。どうもこんにちは、高橋社長です。今日のテーマは荒れた組織を立て直す魔法の言葉。荒れた組織というのは、例えば学生時代どうでしたか？学級崩壊とか部活動がですね、もう荒れてて、なんか暴力があったりサボりがあったりいじめがあったりとか、そういう学校生活の中で荒れた組織っていうのはよくあることだと思うんですね。じゃあビジネスでどうかというと、離職が多かったりとか、みんながやる気がなかったりとか、職場で陰口が横行していてですね、あの人がああだとか噂話が大好きとか、そういう組織っていうのはいわゆる荒れた組織だと思うんですよね。そういう荒れた組織のリーダーになってしまったらどうしたらいいのかということで、今回は荒れた組織の立て直し方について解説したいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、荒れた組織の立て直し方ということで、ある日テレビを見ていたら、学級崩壊をした学校の立て直しのプロというのがテレビ番組に出ていたんですね。世界一受けたい授業ということで紹介されていたんですけども、学級崩壊ってどういう状態かというと、先生の話を聞かないし、授業中に騒いだりゲームをしたり遊び始めてしまう、いじめがあったり登校拒否があったり、先生への暴言とか暴力とか、先生に水かけるとか、もう相当崩壊してますよね。そういう学校を立て直すプロというのが出ていたんですよね。そういう組織を立て直せるとしたら、これはすごいことだと思うじゃないですか。学級崩壊を立て直すにはどうしたらいいか。その先生が言うには、学級崩壊をしたクラスの生徒にはほにゃららがないということでクイズ出されていたんですね。このほにゃららには何が入ると思いますか？お金がない。お金がない。実際その番組でもですね、クリームシチューの有田がボケてですね、ギャラがないみたいに言って割れそうだったんですけども、私もですね、この番組すごく興味深く見ていて、このホニャララのクイズのあった後に CM に入ってですね、一体何が入るだろうなと想像してですね、私もチーム作りの専門ですから、生徒には目標がないんじゃないかなと思ったんですが、そうじゃなかったんですね。その先生が言うには、自信がないというふうに言ってたんですね。学級崩壊しているクラスというのは、生徒一人一人が自信がない、どうせ自分たちは勉強してもうまくいかないとか、どうせ社会に出てもろくな人生を歩めないとか、自分に自信がない。だからこのクラスの中で人間関係を作っても意味がないし、勉強しても意味がないし、先生の言うことを聞いても意味がないし、ということで自信がないことが組織を良くしていこうっていう動きを阻害してしまうっていう、そういう考え方らしいんですね。ここに着目をして、自信をつけさせる言葉というのをクラスの中で溢れさせていくと、学級崩壊が治ってしまうっていう、そういう話だったんですね。そのために先生があるものを持ち歩いているということなんですが、それが何かというと、カメラを持ち歩いているということだったんですね。そのカメラを何に使うかというと、生徒の良いところを見つけて、それを写真に撮ってホームルームで共有するっていうことを毎日やるんですって。〇〇くんがこんなことしてましたね、こんなことやってましたよ、その素晴らしいところ、一生懸命絵を描いてるとか、一生懸命掃除をしてたりとか、誰かのために何か貸してあげるとか、いいシーンを見つけたら写真撮ってそれを共有するということによって、先生が見てくれてるんだ、褒められることによってどんどん自信をつけていくわけですよね。そしてその帰りの会で毎日一人選んで全員でその子のことを褒めるみたいなことをするらしいんですよ。30人ぐらいクラスメートがいたら、一人に対して全員がその子のいいところを言っていく。この間こんなことしてくれたよねとか、こういうところがいいところだよねとか、こういうの得意だよねっていうふうに全員から一言ずつもらう。中には大して響かない言葉もあるかもしれませんが、30人から自分のいいところを言ってもらうなんてなかなかない機会じゃないですか。それをしていくと、その子はだんだんと自信をつけていくらしいんですね。自分って見てくれてるんだ、見られてるんだ、存在していいんだ、自分にはこんな良さがあるんだ、そんな風に自分の長所を受け入れるようになってくる。そしてクラスのみんなで増やしたい言葉と減らしたい言葉っていうのを話し合って、それを書き出して教室の後ろに貼り出すんですよね。そうすると、減らしたい言葉って仲間外れにするぞとか、あっちに行けとか、嫌いだよとか、死ねとか、そういうことが出てくるらしいんですね。教室の中でついつい使っている投げやりな言葉たちというのは、実は子どもたち自身も減らしたい言葉としてあげるんだそうです。その上で増やしたい言葉だと、一緒にやろうとか、素敵だねとか、友達になろうとか、そういうですね、実はつながるような言葉っていうのが増やしたい言葉として出てくるんだそうなんですね。それを張り出して、もし減らしたいことを言ってしまったら、みんなでそれは減らしたい言葉だよねとか、こっちに変えようよというふうにですね、そういうふうになってくると、クラスの中で増やしたい言葉が溢れていく。そして
いいことをしたらそれを褒めてくれる、認めてくれる、見てくれてる人がいるということを通して生徒がどんどん自信をつけていく。自信がつくと子どもたちっていうのは自分たちでどんどん改善していけるそうなんですね。本当は仲良くなりたい、本当は友達を作りたい、本当はもっといい人生を送りたいと思ってるのに、どうせ自分はできないと諦めているからできなかったことが一つ一つ自信をつけてそれを取り組んでいく。これを続けていくと崩壊した組織がおのずと立ち上がってあっという間に立て直ってしまうっていう、そういう話だったんですよね。これはビジネスの世界でも全く同じことが言えて、例えば飲食店の荒れた飲食店、離職も多いし、働きたくないと言ってる人たちに毎日毎日褒めてあげる。そうすると店長は見てくれてるんだとなってそれは立て直っていくっていうですね、そういう力が自信というものにはあるんですよね。ですので荒れた組織を立て直す魔法の言葉とは自信をつけさせてあげる言葉ということになるんです。承認をしてあげる、褒めてあげる、見てるよと伝えてあげる、これはいいことだねと教えてあげる、そういう承認をして自信をつけさせていく、これを続けていくと荒れた組織が立て直っていくということで、もしも皆さんの組織が荒れた組織ならばそういった言葉を増やしていきましょう。実際その自信がないっていう表現がビタッとくるかっていうと、どっちかっていうと頑張っても頑張んなくても同じっていう表現がすごくしっくりくるんですよね。でその荒れた職場の中で、誰も見てない、大人が誰も見てない中でそのアルバイトだけとかになってくると、一生懸命接客しても誰も見てないし誰も褒められない、でサボっても誰も一緒だったらもうみんなサボろうとする。そんな中で誰か一人がなんか褒められようとしていると逆にこう叩かれることになってしまいますよね。だから頑張っても頑張らなくても同じという環境が荒れた環境を起こしているっていうですね、まあ、そういう要素があるのかなと思うんですね。でこれがその小学校とか中学校でいうと自信という表現になって、勉強しようがコミュニケーションを取ろうが同じという状態が起こってしまうというのがこの学級崩壊の本質だとするならば、ビジネスの世界である飲食店の店長がですね、毎日褒めるっていうことをやり始めたんですよね。それはどうやってやったかっていうと個人朝礼というのをやり始めて、出勤したら店長が副店長のところに行って必ず1対1で会って前日の良かったところを1個褒めるっていうですね、これはネギだったりとか感謝を伝えるんですけども、昨日これ頑張ってくれてたよねっていうに感謝を伝えたりとか、あれは良かったよって伝えてあげる。それによって何が生まれるかっていうと、頑張ったら頑張っただけ見てくれるっていうことが生まれてくるので、毎日伝えてたら店長にもっと褒められたいっていう人が出てきて、そういう人たちと一緒になってもっとサービスレベル上げようよとなったら、その満足度がガーンと上がって業績がバーンと上がったっていうですね、まあ、そういう事例があって、これビジネスの世界でもみんなの前で写真に貼り出してやり出すみたいなことがいきなりやるともしかしたらうまくいかないかもしれないんですが、見てるよ、頑張ったら頑張った分だけ評価しますよ、そういうメッセージを与え続けることっていうのはとても重要なんじゃないかなと思うんですね。ではまとめということでこの言葉で締めたいと思います。荒れた組織は自信を育てよ。組織で働いていると毎日毎日が意思決定の連続だと思うんですね。目の前のお客様にもっといいサービスで接しようか、それとも手を抜こうか、これも一つの意思決定ですよね。この毎日の毎日の小さな意思決定をもっと良くしよう、もっといい感じにしよう、そんな風に前向きに意思決定できるにはその子の自信が必要なんですよね。これをやったらいつか自分はなりたい自分になれるんだとか、そういう自信を育てていくには誰かがそれを見てあげる、頑張ってることを見てくれてるんだ、それによって自分に自信がついてくる、そういうことを続けていくと組織というのは強くなっていくわけですね。もしもそれがないとどん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 崩壊していってしまう。誰も見てない、頑張っても頑張らなくても同じ、どうせやっても意味がない、そんな風に自分は未来を変えられるという自信をどんどん喪失してしまうということなんですね。ですので荒れた組織を立て直す魔法の言葉、自信をつけさせる言葉、これを組織の中にあふれさせていく、そういうことができればあっという間に組織が立て直っていくっていうですね、そんな風に思っていただけるといいんじゃないかなと思います。それではまたお会いしましょう。高社長のチームイー大学では組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。